毛利元連安永三年九月二十九日は、長州藩一門画廊である、朝毛利家の六大当主。父は、毛利成久。性質は、徳山藩主、毛利元次の娘、甲。男子はおらず、娘、千代木区の夫である、毛利秀英を、婿養子とした。通称は、七路兵、衛、宝器。元六十二年、一門画廊、毛利成久の三男として生まれる。 玄服寺には五代藩主、毛利義元の返記を受けて、元村寺と名乗る。父、成久の死去により、家督を相続したのは、漢方三年と遅かったが、それ以後は国元家藩役として七代藩主、毛利重成に仕える。法暦元年、養子として迎えられた重成の後継問題で、実施に家督を継がせたい成と、 有馬一巡の次男で三代藩室な広の外孫、延長院を母に持つ有馬順法を六代藩主、宗広の娘婿として迎えたい一門家老たちが対立する。法暦二年、仙台宗広の遺言の通り、重広が婿養子として迎えられた。法歴十年に、重広が急死し、毒殺の風文の立つ中で、重成の実子の岩の城が、 着死に定められると反対派として処罰され、隠居して、無効用紙として迎えていた、周営に家督を譲った、安永3年9月29日死去、去年76。ありがとうございます。